武蔵くんの人生だよ。始まります。大城町山口仁武蔵くんの人生大学、今日も始まります。よろしくお願いします。お願いします。ちょうど5時のチャイムですね。本当だ。ねえ、放課後みたいじゃない。ですね。なんかね。なんか放課後ですね。なんかこれだな、カラスが鳴くからなんだ、なんだ、そんなことなかった。ありましたね。あの、授業終わったから良かったっていうね、普通は終わるんだけど、これ。今日は涼しいですね。台風で。台風で涼しいですね。だけどあの東から西へ進む台風ってのはねえ、いやないですよね。だって記憶にないですよね。フィリピンでできて、はい、かそれかメキシコ沖かあの大西洋、はい、大西洋か、はい、で太平洋はフィリピン沖でできるんですよ。そうそれ珍しいんじゃないですかね。いつもね、下から上がってくるのに。小笠原のとこからずっとこっち西に来てるんじゃないですか。あ、今停止まってるんですよ。なんかそうですね、急になんか進路をなんか変える台風とか言ってましたね、今回はね。それで予想だと、えなんか見たら韓国に向かいそうなんですよね。なんかね、これからまた夜雨みたいですけどね、天気は、うん、だから停滞してるからもうずっと降るみたいですよ。なんか全国的にね、恐ろしいですね。まず名のバリア行きますか、今日最初に。前回ね、今日上がったのにあのブリシャブの話しましたけどね杉原仁会長もいつも見ていただいてありがとうございます。これ2000件以上の抗菌スペクトル、ね、抗菌シリカからあのできてるんですよね。これからの時代こういうのをね、ぜひぜひ使っていかないと、ね、やっぱりあのね、いろんなウイルスがね出てきた、こんなに大変な思いしたんですから。本当ですね。やっぱり抗菌しないとダメですよね。もう新しいテナントとかマンションなんかね、入る前にこれ頼めば、そうですよね、間違いないですね、うん、その都度消毒する必要ないですからね。これもうずっともう延々とあの抗菌能力があるみたいですよ、うん、はい、アウスクリーニング業者とかね、こういうのね、まさにそうです。やればね、提携すれば一番早いんじゃないですか、ね、だから新築のマンションとかね、いっぱい入ってるじゃないですか。 あんなとこ最初から提携して入っちゃえばね、そう、それでね、テーピングがあっても抗菌済みってね、なればね、それを売りにね、あのマンションもこれ賃貸も販売もできるじゃないですか。すべてにおいて部屋がもう抗菌してると、もうその消毒の必要はないっていうね。病院、そうですね、病院ホーム、介護施設、すべてにおいて、ね、そういうところはいいですよね。だってここのところ、この間まで10人20人死んだだけで大騒ぎしてたのに、はい、今毎日300人死んでるんじゃないですか。そうそう、あんまり騒がないでしょ。なんでなぜか、え、なんですか。全部老人だからですよ。ああ、老人ホームだから、あのほらパンデミック、あの何、あのクラスターが出たとか言うじゃないですか。はいはいはい、そのこと全然一切言わなくなったんですね。全く言わなくなりましたね。どうでしょう、10人20人で大騒ぎしてたのに、ね、いきなり200人300人超えてるのに何も言わないですよ。もうクソみたいな政権ですよ、本当に。もうね、一切もコロナに関しては触れなくなりましたね。ニュースで言ってますけど、一応ね。でも金出したくないから。そうですよ、本当に。保険会社までなんか文句言ってますもんね。そうですね、もう保証とね、あのその規制はセットになってるからね、本当にだからもう金出せないんですよ。これはね、ね、ここまであからさまにして、もうあまり、なんでこんなバカな政権になっちゃう。だって岸田さん言ってましたよ、私の一番の長所は人の意見をよく聞くことだって。いや、聞きすぎだってお前人、お前の意見がなさすぎだってやつ、ね、聞いても全く、ただ聞いてこっちが流してるだけじゃないですかね、ほとんどね。だって今回だってセットとかいろんな保証とかいろいろ出てると思うんですよね。なん全くそれもう問題外にしてますもん ね話題にもしないでしょう。ねえ、コロナのあの9兆円、はい、9兆円どこ行ったんですか。シリカからこれ飛んじゃいましたけどね。ごめんなさい、ごめんなさい、本当ね。いや本当ですよ、だからこそね、こういう貢献してね、うん、国会議長全部これでやれんですよ。いや、国会議員もシリカで貢献したいですね。議員を全部ね、人間をやってもらいたいですこれね。人間これやると思う、本当もうね、社長、会長、仁会長ですか、仁会長、できれば国会議員に全部議員に やってもらいたいです。人間に聞くようなのを作ってください、すみません。もうこれですよ、これはこれいいですよね、命の水。本当にお腹の調子よくなったんですよ、本当に。あ、便秘症なんですよね。
新しいのを待ってますね。あのまたここで発表したいと思いますんで、お願いします。ぜひもう、名の張りは大阪の会社です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。これから入る人は必ずこれね、そんな高くないですから、貢献して入ると絶対いいですよ。新築とか引っ越す方ですね。あと飲んでもよしですね。そうですね、いいと思います。何のバリアよろしくお願いします。感謝、次に感謝をさせていただきます。いただきます。もういつもじんじんありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう今度ね、心の恋人のようですよ。ぜひね、九州でイベント2人呼んでください、もうぜひ、あれも美味しかったです、あのね、あの3本あ、これね、リキュールいいですね。武蔵さんあまり詳しくないですよ、ね、山内さんは酒うるさいですからね、うん、もう今でも相当その方が美味しいって言ってくれてるんですから。ストレートの飲める焼酎ってほぼないんですよ。あ、そうでしょうね。 なんだろうこの何口っていうのは何とも言えない。自分は酒飲まなくても酒屋とかね、飲み屋やってましたからね。から結構勉強して悔しくらしいんですよ。え、飲み屋とかしたの？飲み屋もマスターチームやってたしね。本当にね、中でこう作ってましたよ。一番似合わない職業ですよね。カクテルも作ってね、そうやってね、くるくるってます。そうやってましたね。赤坂で、シャイっていう店ですか、お世話になってまだ食えないシャイって、クラブシャイ、クラブシャイって、六本木にもあった、赤坂にもあった。いや、そうじゃなくて赤坂のね、何通りだっけな、というかビルの一番上なんですよ。ちょうど足頃赤坂のこのため池の方に入る赤坂通りあるじゃないですか。あれ入って1本目2本目の路地の角なんですね。プレイボーイクラブのすぐそばじゃないですか。それはちょっとよくわからないんですけど、もう多分それあれですよ、もう30年ぐらい前でしょ。そうです。あ、武蔵さん、それチェーン店です。六本木にもありました。いや、はい、ママは多分一人ですよ、そこ。いや、じゃあ六本木にもあったんですよ、はい、後から出てました、赤坂本店でシャイやりました。あ、そうですか。そうです。その後銀座にまで進出したはずですよ。いや多分ね、その後自分久しぶりに赤坂行った時、夕方行ったんですよ、さっきママと久しぶりになって、ね、もう店もだいぶ下火になったっておっしゃってました。ダメなんだ。だから多分その店単独だと思いますよ。違う店ですか。綺麗なママさんだったんですけどね。綺麗な、まあ、今、まあ、自分よりも年上だったから、まあもうだいぶ行かれたと思うんですよね。その行かれたって意味が、これじゃもう女性の年溢れるのやめておきましょう。もう本当お世話になりましたね、今ママさんでね、の当時ありがとうございます、ね、V3 どうですか。あ、 V3 ね、欲しいですね、これね、ねえ、これいいね、仮面ライダー V3 まだありますよ。宮内さんのサインじゃないですか。サインやってます、まだあります。これ宮内さん入ってんのねえ、かっこいいですね。そうですね、このサインもなかなかかっこいいですね。あ、ちょっと一点違うとかあるな。いや、おっしゃってましたね。もう詳しいですからね。やってましたからね。考えたら宮内さんも V じゃないですか、 V じゃないですか、はい、3なんですよ。あー、なるほどね。それで V3 じゃないですか。宮内さんよりも山内さんの方が詳しいんじゃないですか。マジで、宮内さんなんか入ってないですもんね。入ってないですもんね。俺入ってますもん。ですもんね、絶対詳しいですよ、こっちの方が。なるほどね。あ、このアクション全部やってたんですかね。だから本人が間違ってるわけないですもんね。これを考えたのは岡田さんだったので。なるほどね。そう中に入ったのは中村の B さんと中屋敷さんと2人で、中屋敷さんが一番立ち回りが上手かったんですよ。それの弟子がこのゴレンジャー系ですよ。来日さん、これ今暴露しちゃったけど大丈夫なのかな。でも東映がこれで OK 取ってるんですもんね、権利で。ちょっとね、ちょっと宮内さん、それちょっとサボりすぎですよ。人に言われたらこれ偽物じゃないかって。いや、偽物じゃないじゃん。いや、本物ですよね。だから、あの指のアクションが、薬指が短かったんじゃないですか。あ、詰まっちゃったんだな。薬指、こうやってやろうとしたら、こう、なかなか伸びなかったと。薬指は多分、下手だったんじゃないですか。下手って、詰めて。かなり下手だったんですよ、俺だと。かなり下手だった。2本。1、2、3、4、5、6、6回下手打ってるってことだから。しかも、人差し指も見えないから。親指もないしね。やばやばい、ね、この V3 だいぶ下手打って寄るなこういうネタでね、こういうトークも面白いでしょ。面白いですね。これ2人ならではのトークですよ、こんなのね。武蔵さんとあのトークだから
武蔵さんとのトークのね、トークショー行けば、ものすごい面白い会話が来ますよ、本当に。こういう放送できないこと、この放送でもまだまだ我慢してますもんね、いろいろね。いろいろ我慢しますからね。ですね。我慢してるなんて思うんじゃない。この間なんか、まあいいや、ちょっとパーティー行ったんですよ。新村さんの関係の村上先生とみんなで ある方の誕生会に行った。村上先生もね、神楽さんも来てましたね。ですね、上がってました誕生会。俺も昔から知ってるんですよ。もう、もう先生なんかのもんじゃない。もう30年以上知ってるんですけど、だからって、あとそこのね、あんな2番目の方も、あの専務の方も、専務の方ね、はい、専務のあの後輩みたいな方なんで、もうこうやってもかわいがってるやつ で、たまたま言ったら皆さんいて、なんとか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 、やっべえこと絶対にやばいなと思ったんだけど。なるほどね。これじゃ言えません。まあ想像にお任せします。村上先生と影野さんの写真は入ってましたね。インスタに上がってましたね。俺じゃないでしょ。確か上がってたと思いますよ。俺はあの辻木さんと一緒に撮ったやつかな。そうです、辻木さん上がってました。だからあれ以上は載せられないですね。ああ、鈴木さんもね、いらしたんですね。それ以上いっぱいありますから、あるけど載せられない。なんか村上先生から来てましたよ。誕生会の知らせですか。まあ、はがき。日経1日じゃないですか。ああ、10月1日ですか。何ですか、武蔵さん。いや、今日まだ見てないですけど、1日です。来る時にポストを覗いたら、なんか青く入ってたんでね。1日です。ああ、そうですか。内容ですかね。何曜ですか。何曜かと言われても何曜ですか。月曜か。そんなもん、また土日か。多分そうでしょう。いきますよ。10月あ1日1日土曜日。土曜日ですかまあよっぽどじゃないからね、収録にしてね、先生の出ることも考えなきゃいかんので。やっぱね、先生はね、やっぱあの武蔵さんも恩人だろうけど、私もやっぱり恩人ですから。そうですね、もうお互い長いですよね。長いですよ、ね、二人が一番長いんじゃないですか。二人も長いし、ですよ、ね、あと武蔵さんはやっぱりほら作品も長いじゃないですか。長いですね、やっぱり。俺はもう作品長いけど、俺はほらそのブランクのやつはね、ちょっとブランクあって、ブランクあります。あとブランクと、あと武蔵さんって主役を何本もやってないですから。あ、まあ先生のおかげですね。だからそういうところでやっぱそうなんだな。まあ抜擢していただいてね、なんか徐々にですけど、本当にね、コマネチをやってる人なのかなって考えちゃうですね。あの、なんとか野望、なんだっけ、なんつっけ、あ、野望への挑戦、野望、なんとか野望、野望、なんだっけ、誇り高き野望と、誇り高き野望、あと野望への挑戦ですね。その2つがシリーズなんですか。結局野望はね、誇り高きを完結するために東京でやったんだけど、もう早いしはスポンサーに嫌われて終わっちゃったんですよ、これ。あ、そうなんですか。もう早いしは誇り高きには、この間の、チャンネル猫かなんかでやってましたよ。あ、そうですか。ちょっとね、今日会う時ね、なんていうか、まあいいや、普通でいいかなと思ったんだけど、いわくつきなんですよ、これね。何人もこれ、木村和也君もやっててね、かっこよすぎますよ。途中で結局頓挫して自分もやってみんな結局これね、みんな変わってんですか。だこれあの、いや、スポンサーいろんないろんな問題があるんですよ、これ言えない。ここでもう、もうこういうね、言えないトークを聞きたい方は、大ヒットしてんすよこれどうですよ、大ヒットしてんすよこれ。何ですか、あのあれ買うの。そうっす、山内義行、あの龍大輔さんですね。もう梶谷とは義行じゃないですか。そうですね。はあ、これがダメなんですか。これが誇り高き野望だと、あの長澤俊也さんと松田優さん、それでこれが真琴長谷さんなんですよ。で、あの河野太郎さんの役が堀田新三さんなんですよ。終わるの頭が。あ、本は一緒なんですか。そうです、京都作品とこれは東京作品で、これ完結しようってリメイクしたんだけど、結局これスポンサーに嫌われて。そのスポンサーってのは言えないとかですね。そうですね、言えないスポンサーです。まあいろいろありますね。まあ、こういう映画の話があったんで、ね、そうするで、あの映画紹介行きましょうか。まあ、映画紹介、ね、これもう忘れるうちにもう、はい、今日こそはこの映画聞きたいですよ。日本人独特ですよ、これはね。ね、これはね。所作は。
外国じゃ考えられない所作ですよ、うん、はいどうもこんばんは。はい、外が暑くて死にそうな男、はい、山口仁の次男坊、はい、静雄です。本日も、はい、映画について語っていただきたいと思います。はい、では久々ですが本日紹介する映画は、はい、切腹。はい、タイトル切腹です。とてもシンプルなタイトル。主演が中田達也さんと三國連太郎さん。はい、とてもいい役者ですね。で、この映画は、まあ、日本だと一部の批評家からは、まあ、残酷だとして、まあ、非難も受けた映画だったんですが、まあ、海外だと、その、カンヌ国際映画祭などに出展されて、まあ、高い評価を得た、まあ、国内でも、まあ、三島由紀夫とかにはすごい高く評価された、まあ、その、まあ、そんな評価の通り、まあ、実際傑作の時代劇ですね。はい。で、この映画はどういう映画なのかというと、はい。まあ、舞台は江戸時代。江戸時代の初期、はい、江戸の町であるゆすりが多発していました。そのゆすりの内容、はい、武家の屋敷に浪人がまあ押し入ってくるんです。はい、でその浪人がこう言うんです。もう私はもう生活がうまくいかなくなって、もうその浪人でもう仕官する先もない、で食いぶちもなくなっている、だからもうこのまま生き恥をさらすくらいなら貴殿の屋敷で切腹をさせてほしい。まあ、そう言って浪人が武家の屋敷に押し入ってくる事件が、まあ、あちこちで多発してたんです。でこれはまあ何を意味するのか、つまるところ大阪の陣屋が終わって太平の世が来て平和な世の中が来て、要するに戦うしか能のない武士たちがその職に敗れてしまった。で生活に困窮してもう仕官する先もない。でそうなった武士たちがその切腹を口実にしてその大名や武家の屋敷に押し入ってくるんです。でその押し入られた側からするともう本当に切腹されたって困るし、もうそうなったらもう相手も金がないからもうそれでもう引くに引けない状況になってる。だからその浪人をどうするかというと金渡して追い払うしかない。つまるところそうやってまあ切腹を口実に金をたかる浪人たちが江戸の町のあちこちにはびこっていたんです。要するに失業者ですね。失業者がいっぱいいた。その大阪の陣が終わったことによる、まあ、戦国時代が終わったことによる失業者があぶれてて、そいつらが切腹を口実にした、まあ、ゆすりを各地で行っていたっていうことです。で、そんな中でその徳川家の、まあ、家臣の重臣である井伊家の、まあ、武将、井伊家の大名がそんな悪い流れをなんとか断ち切りたいと思ってて、でそいつは何をしたかっていうと、まあ、その武士、井伊家の武士の屋敷にもその切腹をしたいという申し出てくる浪人が来たんですけど、で、その悪い流れを断ち切るために何したかっていうと、その武士を追い払うことはしなかったんです。え、そのままどうするのっていうとなると、本当にその武士に切腹を命じたんです。本当に武士として潔く死にたいだったら、本当にじゃあちゃんと切腹してみせろって。それで本当に切腹を要求する。まあ、その結果招かれる悲劇、まあ、むごたらしい悲劇がこの物語をまあ形成しているんです。でこの映画は時代劇ですが、この映画で描かれる武士道はもう欺瞞にあふれています。欺瞞にあふれて形骸化したもう虚しい概念として描かれる、まあ、そのまさにその浪人たちがそのもはや食いぶちに困って困窮して、まあ、貧困にあえぎながらもう結局は切腹という手段を口実に各地で金をたかるようになってしまう。もうその虚し、そういう虚しさを描きつつ、そしてさらにはこの映画その浪人だけでなく、そのまあ切腹を命じる側の大名の欺瞞すらあぶり出していく。その彼らが持っているまあ見栄や虚飾性、そしてまあ事なかれ主義保身、まあ、要するにまあ今の官僚のようなそういう残酷さ、そのむごたらしさが浮き彫りになっていく。まあ、この映画はその本当に切腹をさせた事件を皮切りに、その武家社会の欺瞞、そして偽善、そういった嘘偽りがどんどん浮き彫りにされていく。そんなむごたらしい社会、むごたらしい武家社会の姿をもう残酷に描いていく。そうやってまあ要するに昔からまあ賛美されていた武士道という概念のアンチテーゼをこの映画は描いている。まあそうやって何つうのかな、そうやって武士道の社会、そして武家社会を批判することで、ひいてはその日本の何つうのか保守的な体制に対してそのアンチテーゼというものを突きつけている。まあそんな感じの映画なんです。
まあ、そんな内容が、まあ、要するにモノクロの映像で、とても重厚な演出で描かれる。そして、そんな、まあ、残酷な物語を、その仲代達矢さんや三國連太郎さんみたいな名優たちが、そのありありと重厚に、その重苦しく演じていく。まあ、それまさしく、まあ、最後の方ではもう本当に派手な殺陣もあるんですけど、その結末も含めて、むごたらしく報われない。そういう、なんつうのかな、そういう、まあ、ほの暗い影を背負った時代劇なんです。はい、以上です。素晴らしい。ああ、なるほどこの解釈も素晴らしかった。そうですね。わが子ながら、本当俺より全然すげえな。独特の個性的でね、分かりやすいしね。分かりやすいじゃん。なんか言葉を知ってますね。映画の番組持ってもらいたいですね。毎週なんとかロードショーとかやるこのね、前振りとか、最初と最後にね。喋り方もまた独特ですよね。そうです。本当すぐ一発で分かりますね、個性的でね。なんか最初は心配あったけど、なんかどんどん引っ張られますね。そうですね。どんどんね、なんかね、もうよくまあ見てますね。見てますね。いっぱい見てますね。俺もこれを見たの、ああと思って思い出したけど、確かにあったなと思って。まあ、腹切りっつったら日本しかないんじゃないですかね。まともじゃないですよこれね、腹切るってのはね。だって自分で、だって痛いなんてもんじゃないでしょこれ。だからすぐあのね、脊髄そうですね、あのもう解釈するんですよね。だから出なかったらできないでしょうね。あの人によっては解釈するなって、こう10時接近ですね。10文字切りやれ、こうやるまで解釈するなってあるんですよ。すごいですよね。あれは考えられないことですよね。もうある意味ド M だよね。うちの身内ですよ、やったの10時でね。やったんですか。うちの親父の兄弟の親父かな、確か。その辺が学校の教育者で、前もちょっと触れたんですけど、責任一手に引き受けて、一心にこう10時に腹切って、朝行ったらあの学校の用務室で10時に切って死んでたっていう。解釈なしで、10時で切って死んでる。悶絶死じゃないですか。すごいですよね。なんかまあその血を引いてると思うと、なんか恐ろしくなりますよね。いや、ちょっと付き合い方考えますよ。あ、でもいろんな人がいますから、ね、人間はね、なんか生き方とかでとんでもないそういうパワーっていうか身につく人がいるんでしょうね、実際にね。っていう考えられるようなね、尋常じゃないようなね。三島さんとかすごいですよね。そうですね。で、だからあの彼ってなんかの恋人が首切ったじゃないですか。彼は懲役じゃないですか。その後の人生どうなったのか知りたいですよね。ああ、そうですね。一切出てこないでしょ。あれ、目の前に首落としたらもう一生もう焼き付きますよね。自分がこう。自分も死んでない。彼は解釈して死んでないと思ったから。ですよね、確かね。三島さんしか死んでないですもんね。どうですか、一概の駐屯地でね。そうですね。自分小学校の時だったんですね、生中継で。先生がね、急遽テレビつけてくれてね、みんなで見たのを覚えてますよ、授業中ね。っていうね、今じゃ絶対ありえないですよね。だけど下手したら三島さんなんかまだ生きてったんじゃないですか今と思いますよね、健康だったら。まあ今の思想なんかもうそれこそ先頭になって動くんじゃないですかね、こんな世の中でね、政治をね。三輪明宏さんがね、生きてるぐらいだから仲良かったみたいですね。そうですね。まあね、話がいろいろなりますけど、舞台行かれたんですよ、見にね。あ、行きました。これは素晴らしかったんですよね。ちょっとね、このね、榊原敏彦と鈴木杏樹のティファニーで朝食をっていうのは、あの奥さん、名作ですね。奥様のタマちゃんが書き直し、まあ、書いてるんですけど、いや素敵だった、もうただただ素敵だった。なるほどね。うるっとくるわ、じわっとくるわ、笑えるわ、なんて言ったらいいんだろう。とにかく素敵の一言につきますよ、二人。洋風はね、日本人がやるってのは難しいですよね。変なんだけど、榊もなんかアメリカンジョークまで言って、でまたアンジュちゃんが綺麗だから、まあ外人みたいなんですよ、顔が。もう化粧ちょっと濃くすると。写真出してください、写真。もうアップ、これね、非常に
スーツがね、なんか全くいいですね、似合ってて、彼ね、スタイリッシュでね、彼女とね、なんか。一番右の変な親父だけじゃなくてね。スタイリッシュですごいかっこよかったですね。悪徳プロデューサーでしたね。悪徳、確かそうですね。自分で言って自分で褒めないですね。いや、これ素敵だったんですよ。もう一個のね、あの、もう一個の写真あったでしょ。もう一個の写真、もう一個、それじゃない。これじゃなくて。これじゃなくて。送んなかった？送ってねえか、俺。同じの2枚いってるのかな？いや、間違えた。あ、すいません、さん。そんな感じですね。素晴らしかったですよ、本当に。ですね。何日か後にまた今度、名古屋でやるみたいですよ。あ、これ名古屋ですか。ね、あ、そうですか。確かチケットが余っ、あるかどうか知らないけど、ないと思うけど、行ってあげてください、もしよかったら。とても素敵な作品です。名古屋できたんですってね、なんかね、アズリ。あ、できたんですか、ね、できたの。もう開局した。開局したこれからでしょう、ね、あ、これからなんで、まあ、うちらの兄弟分みたいなもんですね。ですね。11月7日だそうです。よかったですね。俺たちも。すごいな。襲撃行きますか。あ、終わり。終わりあずり。終わりあずりって名前なんですか。終わるんですか。終わり名古屋、終わりで。さ、あの、終わり名古屋は城で持つって言うけど、終わりはね、漢字にした方がいいんですよ、ね。そうそうそう。そうそうそう。そう、それを漢字した方がいい、やっぱね。なるほど、ね。なんですか、終わり。どこなんですか、名古屋のね。うん、なんか、大須観音とかって言ってましたよ。書いてありました、なんか。よかったですね、うん。結局大阪は無理だったんですね。名古屋に行ったんですね、そっちにね。大阪も行ったんですか。最初は大阪やるってね、すぐ出すとか言ってたんだけど、もうこれ開局してから。大阪はね、バタバタ潰れてますよ、FM は。ああ、なるほどね。尼崎 FM、俺、この間、去年行ったとこも、もうすぐ開局です、終わりです。なかなか残念ですよね。あ、そこでやった監督とかみんないるんですけど、こっちおいでよなんて話してるんですけど、ね、あ、今日、そうだわ、今日のお題を言っていいですか、行かないと。お題お願いします。お題、お題。そうなんですよ。あと4ヶ月ちょっと。何でもいいから、目標です。そうじゃないですか。もう早いですよね。だって、はあね、この間だって、おめでとうっつってね、本当ね。すぐあの、ウクライナ侵攻があって、そうそう。で、2人で怒って、いろいろやったら、まあ、もう、あと4ヶ月。ね、本当ですよね。4ヶ月切ったんですよ。ねえ、もうこれで、ね、寒くなってきたらもう終わりですよね、今年もね。結構暑いのも好きだけど寒いのも好きですね。なんかね、これはおしゃれできるんじゃないですか。そうですね。なんかね、なんか哀愁を感じますね。この、寒いね、なんかコート着るとかね、いろいろね。そうですね。このスーツがちょっと寒くなったらスーツ着て、はい、ショートのね、ショートの芝居をね、どっかで、ね、撮りたいですね。撮りたいですねと思ったんですよ。そうですね。うん、ちょっとじゃあ行っちゃいます。アズーリーの来てますね。さすが。来てくれた。西田まなみさん。西田まなみさん、こちらに書いてもいいですか。はい、私は、何ですか、これ中年ですね。中年なのに。中年って言うな。中年って言うな。ちょっと年いっちゃったって言えばいい。中年なのに妊婦さんに間違えられたので、あと4ヶ月運動に励みたいと思います。あれ西田さんってバレリーナの方じゃなかったっけな。妊婦さんってことはお腹結構出ちゃったんですかね。多少はね、あ、この方ですよ、バレリーナじゃないですか。綺麗な方ですね。綺麗な方ですよ。全然妊婦じゃないでしょ、これ。全然妊婦。これ本人の。もう全然妊婦じゃないよね。どこが妊婦なんですか。妊婦って。これ妊婦だったら世の中は妊婦だらけですよ。あのさ。ええ、ほんと思いますよ。俺の周りにいる人に。で袋叩きになりますよ。ねえ、これ妊婦って言ったらね。いや、怒られますよ。もう大妊婦ばっかりですよ、下世の中で。なんだこれ、左の。何ですか、これ。これですか、ええ、これ何ですか、知らないですよ。友達みたいな。これ。これですか、これ何ですか、ゆうこ。ゆうこし、大谷。あ、ワンちゃんですよね、これね。もう、武蔵さん、これ、鼻から飛ったでしょ。一瞬そうでしょ。で一瞬、これで一瞬思うでしょ、一瞬。まさかこんなの本人があげるわけないもんね、考えたら。こういうのあげてんだったら、TikTok ですね。ああ、上がってるんですか、そんなの。上がってて、すぐあのバンされますけど、結構上がってますね。それで、なんだっけ。あ、運動。
西島まなみさん、頑張ってください。はい、舞台もお待ちしてます。はい、10月に舞台やるんでよろしくお願いします。まあ、ちょこちょこ CM を入れながら、楽しみにしてます。拝聴してるな。まなみちゃん、拝聴してるか。拝聴してない。はい、返事はないね。あるわけねえか。次は誰だ。黒木さん、たまにはコメントいかがですか。コメントくれない。萩原美也さん、あと4ヶ月、早いな。最後のアラフォー。おお。ああ、最後。最後、まあ、40代最後。変な制限で自由に楽しめません。50目指して今よりアホになります。なので私には常識が通用しませんよ。政治家さんです。ちょっと意味がわかんないけど。どういう意味ですかね。結構俺もバカなんで。いや、まあ、俺ね、この、あと4ヶ月で早いな、最後のアラフォーが、変な制服で自由に楽しめませんって、変な制服変な制服って、自由に楽しめない。自由に私、結構楽しめますんで。どっかの。よかったら私に電話ください。ということです、はい、ぜひ。そう。でも、自由に、変な制服で自由に楽しむ。変な制服、すみません、私ちょっとね、読み間違えました。その制服を見たいですね。制服いいですね。写メでも送ってもらうと嬉しいですよね。写メでね、お願いしますよ。はい、制服ね、ぜひともお願いします。もうね、でも2人はね、何が弱いってね、制服に弱いんですから。ね、恥ずかしいけど。制服はね、素敵ですよね、いろいろね。似合う人と似合わない人がいいじゃないですか、制服って。俺たちは、年相応の人が着てても何とも思わないですからね。10代は興味ないですから、ある程度ね、言ってるのが制服、ね、そうですね、エロいんだよ、これ最高なんだよ。そう、こんなこと言うと、あ、俺の後輩でも今人気者の、ああとかね、なんか大好きだから、あいつ大好きだもん、そのプレーが。いや、じいさん、あれあれですよ、なんとかとか、なんとかとか、俺も大好きですよ、いや、なんとかですね、つって、まあこれ以上言うとまた名前がバレるんじゃないですか。日本統一出てる。それじゃ。すみません、ちょっと何言ってるかよくわかんないんです。すみません。サンドウィッチマンみたいになりました。次の、誰だろう。この人。アスカ・カイドウさん。お願いします。なんでこれいかないの。あれ、このよ。すみません。iPad が、なんかバグりました。固まりました。こともとの。一回閉じて、閉じて、こう言ってる間にも、なんか人散歩でも流してくれるかな。でもダメか、今。すぐやらなきゃね。あ、OK ですか。OK、すごいね。今これ、最近人散歩でなんか、あれ、都内うろうろするんだけど、結構歩いてると連絡もありません。高筋。町にしいる、繁昌町、繁昌町何のこと、繁昌の具、そのままの座りなんですね。なんですよ、商売繁昌って。ちっちゃいんですよ、繁昌神社です。繁昌宮と言います。繁昌宮です。まあ、ちっちゃいんですけど繁昌神社です。なんかよくわかりませんが繁昌神社です。繁昌、繁盛社、繁盛社、商売繁盛の、これをね、まさに。ここから繁盛になってるんだよ。なるほどね。やってください。お願いします。こんな感じです。これ場所はどこですか？高辻通りです。高辻通りっていうのは、東急繁盛、わかります？渋谷の。渋谷の、はい。あの裏です。なるほどね。ああいうところにこれがあるんですね。あります。こういうちっちゃい神社あると、まあ、日本はもともと、やっぱり元来神道だから、やっぱ神社いっぱいありますよね。なるほどね。この大神社だから、はい、だから国も大神社に補助金いっぱい出したんですよ。なるほどね。行方不明のお金どうにかして返してほしいですけどね。そうですね、行方不明のね、なんだかわかんないお金。九州の100分の1ですよね。いい絵が撮れますよ。すごいですね。はあ。これね、ここでまた続きいきます。はい、いきます。カイドウ、アスカさん、頑張ってください。この頑張ってくださいってさ、すぐね、から送ったんですよ。
目標はって入れたの。頑張ってく、頑張ってくれればね、頑張りますから、目標はって言ったらちゃんとね、あと残り4ヶ月、腰を痛めない、椎間板ヘルニアがあるから、大抵11月、12月はバタバタ、忙しく動くんで、ちょっとしたことで、ああ、そうか。日々、体を徐々に鍛えてください。歩くなり、背筋を鍛え、背筋を鍛えてます、ね。そうですね。背筋鍛えてます。腰はね。私腰痛もなければ肩こりもないです。ああ、素晴らしいですね。ずっと運動のおかげでやっぱ、こんなだったんだから前は。12年前は。ですね。17年前、12ったら12年前か13年前か。ねえ、脳出血こんなんだったさ。皆さん本当ね、これ山本さん見ればもう見本になりますよね。こうやって努力すれば歩いたりすればこうなるんですよね。喋れなかった、喋れない、まあ、今でもね言語障害みたいな喋り方ですけど喋れない、動けない、右側だけ動く、こうこのままで、こうなったからちょっと何か言っても頑張れって言うんですよね。俺自分で実績があるから。ああそうですよね、元戻ったから。そうですね、あそこいてここいてなんて言ってたら動けって、動いて筋肉鍛えな、筋肉は裏切らない。そうですね、おっしゃる通りですね。本当に裏切らないですよ。年関係ないですよね。年関係ないです。だからアスカちゃんも筋トレ、そうですね、少しずつでいいから、少しずつ無理しちゃダメで、絶対このヘルニアやっても、ヘルニアやって病院行くといろんな医者がいるけど、大体の俺の知ってるね、リハビリの医者は次の日から動いてくださいって、その日から動いてくださいって言うもん。お願いします。だから少しずつでもいいから、そうですね、筋トレしてちょっとなんか、はい、前屈やるだけ。あ、ラジオ体操ってものすごいいいですよ。ラジオ体操、あれ全部入ってるって言いますもんね。ラジオ体操ものすごくいい。これは6時半に毎日やってますよ。あ、そうですか。大好きです。次、香川さん、香川、なんだっけ、松弘だっけ、香川さん、あれだ、ふみの後輩ね、頑張ってください、頑張ってください、目標はって入れたら、仁さん、大会連覇ですかって。大会、何の大会だよ、わかんねえよ、わかんねえ、何の大会だ、言えよ。で、肝心なの入ってないですよね。入ってない。あげちゃまずい大会なんですか。そんなことないですよね。え、何の大会ですか。ぬか3大会とか、ぬか4、俺ぬか5行きましたから、ね、そういう大会だったら分かりますけどね。どんだけ病気もらったかとか。聞こえなかったから今な、大丈夫かな、マイク拾ってない、大丈夫かな。まあまあ、将来しょうがないでしょうね、多少はね。次は萩原美和さん、おはようございます。私は一向に成果の出ないダイエット、このダブルバーガーみたいなお腹笑っちゃおもしれないけど、これでダブルバーガーって、いや女はね、でもね、ある程度ね、あのね、年齢いったらね、しょうがないですよこれね。もうポニョポニョっとしてるのがいいって。ゴツゴツよりもね、だってこぼれさせるよりいていいもん。あのよく筋トレでこんなの人重ね合った時にね、痛いでしょう、ね、これね。痛いっていうかね、やっぱね、やっぱりね、痩せてるとね、昨日も言ったけど、あんただよ、あんた。貧相に見えちゃうからね、ある程度ふっくらした方がいいよ。やっぱり、ね、女の人はね、ふっくらした方がね、いい、絶対いいと思います。それにね、やっぱ私の好みでもあるし、やっぱね、ダブルバーガー好きですよ。カグルさんのタイプでバーガーじゃないですか。カグルさんはトリプルバーガーですか。影野さんはあの何だっけ、ゴーストバスターズのスノーマンさん。それ特殊ですね。ゴーストバスターズ、ゴーストバスターズ、スノーマン、あーマン強烈だ。ああ、そうだ、俺、あそれ忘れてた、なんか告知、いや武蔵さんに、あ、なんか言ってましたね、そういえば番組に、あのおっさんね、ああこれ持ってきて、自分忘れました、覚えて、はい、武蔵さんにお土産あるとプレゼントがあると言って渡せって言われたんで、ぜひぜひ開けて、ここで開けます、公開してみてください。これなぜ極道、極道の司会ですよ、ね、中入ってたね、中入ってた、ね、開けさせます、カノさん早速、開けさせます、
もう喜んでいただけるって言った。なんだ。はあ。これ開けていいですか。どうぞどうぞ。もうね、ね、どうしようもないおっさんですからね、おっさんね。もうね、ギリより逆転してるしね。ダブルバーガーはある程度消してもいいけど、浮き輪になるから取っといてください、みやちゃん。あ、この都度はフラワーをご利用いただき誠にありがとうございます。お届けした商品にはご満足いただき。何ですか？これ何？何ですかそれ？何ですかこれ？一体何のかな？キーホルダーですねこれ。わかんないじゃないですか。いや、何してもらいます。これ？これ何ですか？でも俺壊したらなんか漫画になっちゃいます、漫画に。キーホルダーじゃないですか。キーホルダーですね。キーホルダー。あ、5円のこれなんか洒落てますねこれね。五円玉の五円のなんか模様みたいな。え、ちょっと違いますよ。違う、これあれだよ。あれだよ。あらららら、あれだ。もうね、もうおじさん勘弁してよ、ほんとに。この前で開けたらこういうことなんですか、これはね。これはね、ね、あの、ホーミーです、ホーミー。ホーミー、宝の味の部分ですね。沖縄でいうと、ホーミーさんです。ホーミーさんをね、これちょっと送ってね、ちょっと、これ、ね、これ禁止なんですか。いや大丈夫、これは何だか分かんないですよね。これはそれ何だか分かんないですよ。ちょっと受けちゃいますよ。もうあのおっさんどうしてもね。いやいかにも神野さんらしいじゃないですか。神野さんらしいですよ。これ今送ったんで、そしたら皆さん喜んでますよ。武蔵さんが、うん、多分好きですから、ね、じゃこれ俺つけなきゃいけないですね。つけなきゃダメ。分かりました。モロでしょ。モロですね。あ、ちょっとこれ打ち出しましょうか。いやこんなのもあったんですよ。こういうキーホルダーで引っ張るとこう、カリカリになって立つのかね。あれあります。それなんかハワイかなんかのお土産だ。なんかね、これ、お母さんありがとうございます。あそこ、なんかあそこに玉が入っていくんですね。なんかこれね、これ。やばい、切な男だね。こんなのがあるんですね。大好き。ありがとうございます。ありがとうございます、どうも。おいどん、皆さんね。あおいどん、あれ買ってきましょうか。この飴。雨あるんですか。雨ありますよ。でもおっぱいチョコとかいろいろあるじゃないですかね。いろんなね。本当にあれよりリアルで。へえ。おめこ飴と金宝飴と。じゃあここで舐めたらえらいことですこれ。生中継。舐めながら放送しますから。じゃあ女性ゲスト来た時舐めと。今日でもあの帰り買ってきますよ。二丁目の真ん中のところね。えらいこっちゃ。駄菓子屋じゃないですか二丁目の。ああ。そこの店長。あそこの店長友達ですから。光も場所からですね。じゃあそこの横に昔住んでたんですよ。住む近くに。ああなるほどね。おう。最後、はい、行きましょう。神様、武蔵様、頑張って、夏目千夏さんです。私は仕事で全国制覇目指して頑張っています。今年に頑張ります。千夏ちゃん、全国制覇してその暁にはぜひぜひ。映画を撮ってみないか。全国制覇で何の仕事なんですかね。え、なんだっけな。なんだっけ。ああ。言ってんの占い関係とスピリチュアル関係。なるほどね。ああ。なんだっけな。なんかね怪しいですね。そうそう。綺麗な方ですよ。ああそうですか。もう頑張ってくださいぜひとも全国制覇。はい。この方です。本当だ。マスク、あ、本当だ、え、はあ、バイクで、ことあ、これで全国制覇ってことですか。いやいや、仕事ですよ、あ、これだ、サロンオーナー占い師。占い師、サロンで、もうよくわかんない、怪しい人ですよ。そう、怪しくね、この人ですよ。はいはい、これ、この方です。はい、綺麗な方ですね。でしょ。ですよ。な感じですよ。まあ、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。はい、全国制覇して今年で頑張ったら、なるほどね、ぜひぜひ武蔵県山口に映画を撮らせてください。ね、よろしくお願いします。ね、そうそう、一緒に出たらいいじゃないですかね。出ればいいじゃないですか。絡みありで。あ、そう、山口さん任せます。何言ってんですか。無敵に出たら武蔵さんにやりたい。いやいや、それは僕の。いや俺は無敵んですから。ガバで無敵んです。それ何にも止めないですから、ね。
よっけねえ、こんなねどうしようもないことばっかり言ってますけど、自分が一体どうなるんだろう、心配でしょうがないです。本当ですね。あ、じゃあちょっとですね、あの保険金詐欺ですね。あれ保険金詐欺したよ、なんかほら、あーそうっすか、50歳の人殺したよ、なんかほら5000万かなんか取って、へえ、違いますか。あ、そうですか。自殺しちゃったね。なんか自殺とか、あ、その方ですか。留置所で自殺した。あー、はいはい、首吊ってるでしょ。ねえ、へえ、もう本当なんですかね。今度首吊る、首吊るもあるんですかね。吊れないでしょ、だって今の網目って小指入んないですからね。あー、だって絶対そんな無理無理、絶対、ね、全部丸いじゃないですか。だって例えば着てる袖でやったってどうなんですか。ズボンのね、ズボンのこの長いところで首吊るとか、どうなんですかね。だから自分で締めて自分であの死ぬまでやるっていうのは不可能なんですよ。だって吊るとこなんかないでしょ。ないないない、引っかかるようなとこないですもんね。そんなとこないですよ。全部丸いですから、全部角がないですから、全部丸いんですよ。皆さん覚えてて、全部丸いですから。はあ、だから引っかかるとこないですよ。どうなってんすかね。どうやってやったんですかね。まさか消されたってことないですかね。あ、出ました。出ましたね。どんな感じ。絶対死ぬとこないじゃないですか。こんなのよく、これ古いんだ。大阪府警の、あ、取材だ。今回の取材ですか、これ。はあ、い。ひどいね。金網なんて。金網なんですか。今ダメですよ、今。あ、なるほどね。東京ないよ、そんなの。大阪どうしようもねえな。ちゃんと職場で大阪なんで、関西のあれ不祥事続きじゃん。安倍さん殺されたり、どういうもんだね。ああ、これ本当もう早速ネット出てるんですよ、ね、こうやってね、もう、早いね。ああ、なるほどね。それはだから今の子たちは情報早いですもん。香川、俳優の香川さん、はい、また問題になりましたね、うん、あれはちょっとね、あれびっくりだよ、びっくりですね。酒癖悪いのはね有名ですけどね。いや、びっくりですよね、彼ね。みんなコマーシャル一気に下ろされたんじゃないですか、トヨタとかね。トヨタイムとかやってたじゃないですか。あれ、俺も面白いコマーシャルだったんだけどな。いかにも彼らしくてね。あの後、俺の、なんだっけ、あの、昆虫先生。ああ。NHK でさ。なんだか知らない。俺も面白かったですよね。だから多分、まあ、4、5億は飛んだんじゃないですか。昔の人なんか半端じゃなかったですよね、もうね、すごかったですよね、ほとんど出てないですよね。今はとにかくちょっとしたことでもすぐ出ますからね。もうみんな、結局あの上に行ってる連中みんな足引っ張ろうとすっから。ああ、そうでしょうね。もう妬み、妬み、すねみ、あ、そねみ、ひどいですよ。なんだろう、なんでこんな卑屈な人種になっちゃったの、日本人って。そうですね、もうちょっとおおらかだったんだよ、昔の。まあ、確かにね、酒癖悪いのは酒癖悪い。でもさ、銀座の店じゃないですか。銀座の店でやってるのに、ママたちが何もその時言わねえんだから、もうそれで終わりだよって話なんですよ、俺たち飲み行ってる人間にしては。おかしくないですか、だって。ママたち止めてねえんだから。有名な横綱引退した。酒癖半端じゃないですよ、またこれさすったりも。すごいですよ。桃刺すたりも横綱、いましたよね。いましたよ。それ死んじゃったもんですか。たまたま、いや、発覚してないですよね。出たらどうなんですか。いっぱいそんなの。この間引退して親方になってございますよ。もう有名でしょ、これ。これじゃ言わんですけど、そんなのいっぱいいますよ、ね。だってそこで店のママが何も言わなくて、女の子にね、名前してねって、その女の子が後からそんなこんなことやったら、もうね、水商売にみんな飲みに行かなくなるよ。その時に言えばいいんですよ、ダメですよって、こういう店じゃないんですよってね、しっかり言うべきなんですよね。銀座なんてね、みんなね、メロンメロン見せてるし、結構ね、あのお高くないですから、みんなあの知り合いになっちゃえば。でもね、カワゴはね、まあ酒癖悪いんだろうけど、ちょっとこれは叩きすぎです。かわいそうですよ、かわいそう。これはちょっと、なるほどね、みんな飲みって、だって、まあ、昔と今比べちゃいけないんだろうけど、昔なんかもうパンツまで脱いで踊ってる有名な俳優さんとかいましたよ、先輩で。かぶってる人もいましたね。女の子のパンツ脱がしてね、頭にかぶってね、本当ここからかぶる声出して、ミキマスターとか言って、わけのわかんない人もいましたよ。ストッキングかぶったり、いろんな人いましたね。いましたよ、そんなの。
役者とかさ、もう歌手とかわかんないけど、歌手はわかんないけど、役者なんてバカばっかだからさ、もうはっちゃけちゃうんですよね。あのまともじゃないです、確かにね。それを果たしてあのどこでやるかなんですよね。仕事でやるのは何もでもやってるんですけど、普段やっちゃうとおかしくなるんですよ、これね。なんかね、これこの世の中はちょっと、まあ、でも皆さん飲む席ではこれからね、暮れになって、まあそういう席も多くなると思うんですよね。くれぐれも気をつけてください。何も言えないんだよ一滴も飲まないから本当に飲まないから真面目に言われちゃうと俺らさ、すいませんって。いやいや、でもいっぱい自分もそういう席で見てるじゃないですか、はい、面白いなと思ってね。俺なんか明るいだけですよ、無駄。いや、本当楽しいですよ、一緒にいるとね。俺ね、あれ松方さんかな、はい、なんか言われたんですよ、はい、いや、じいちゃんはさ、あれだよねって、トイレの一番マットだねって言われて、あ、何ですかそれ、何ですかって言われた。いや、無駄に明るいよねってそう言われました。楽しくていいんですよ、そうで、ね、皆さん無駄に明るい、場が明るくなるしね。終わりですか。終わりですか。終わり。あ、カウントダウンだ。8、7、6、発射する。早いな。行かなきゃな。行っちゃう。出た。また来週。はい。